わあすごい見てきてほら。ああやられたな村上。やられたな村上のホームラン。村上選手第7号ホームランでございました。はいどうもトラキシです。今日ヤクルトがね1回に村上選手のホームランで先制してね、2回に中岡選手のね、ヒットで追加点を浴びてって感じでね、2回はまあ高山選手のエラーからって感じだったんでね、失点を防げたかなと思います。で6回もね1アウトランナー2塁3塁のチャンスだったんですけど、中野選手が浅いセンターフライ、そして、佐藤輝明選手がサードファールフライでね、そのまま試合終了ってことで、悔しい。僕が行った試合にね負けるっていうのは本当に悔しいな、マジでね。しかも急遽行くことになったんで、そこで連勝を止めてしまったってことがね本当に悔しかったんですけど、明日明後日もあるんでね、なんとか連勝してカード勝ち越せるようにねしていただけたら嬉しいです。短いですが本日は以上で終わりたいと思います。皆さんぜひ、チャンネル登録そして高評価していただけたら嬉しいです。いつもありがとうございました。明日は勝つばーい。